さん、こんにちは。ジェーニャです。今日は江ノ島に来ています。私のお気に入りのカフェを紹介したいと思います。カフェマルという喫茶店で、早速中を案内したいと思います。入りましょうか。すごい、あ、可愛い猫ちゃんがいます。迎えています。すぐにお客さんが、招き猫みたいな猫ですね。あ、猫ちゃんの名前は何ですか？太郎ちゃんです。太郎ちゃん、お、逃げそうです。逃げました。多分、はい、太郎ちゃんはもう店の本当のアイドルになりましたね。店の特徴です。最初はここに来たら、あ、まさか猫カフェだと思ったけど、いや違います、猫カフェじゃなくて一人一匹のアイドルの猫がいます。ナプラーヤ、かわいい。ほら、太郎ちゃんの超可愛いぬいぐるみ見つけました。これはこの店のお客様、つまり太郎ちゃんのファンたちが作ったみたいです。可愛いでしょ、手作りですね。私も欲しい、一つ。この紐も可愛い、こう魚のマークを貼ってます。とてもなんか優しい猫、逃げません。すごい、すごく居心地のいい部屋ですね。シャンデリアもすごく綺麗ですし、中に普通の喫茶店で見たことない、普通の喫茶店に置かれないカーペットもありますね。猫ちゃんもいる、その風景この景色はまるでロシアの家みたいですね。私、ロシアの親戚を訪ねた感じします。本当に私の家にもこのようなアイテムが多いので、すごく、まあ、心地がいいです。ここも見てください、博物館みたいでしょ。テープレコーダーさえあります。すごくなんか珍しいものですね。今の日本ではもうどこも買えないでしょうね。面白いデザインする弁当もありますし、あとこれもなんか店主の手作りという話を伺って、すごく可愛いでしょ、本当の船みたい。あと、はい、これなんだか私も分かりません。博物館みたい。つまりこれも博物館のように不思議のものがいっぱいありますね。ここ一回入ったらこの喫茶店にもう長時間過ごせそうです。あとぜひ猫ちゃんの太郎ちゃんのシャツもぜひ買ってください、可愛いから。ロシアのダチャの猫みたいですね。ダチャです。あ、見た。相性は楽しい。で、英語の先生からちょっと簡単な話を伺いたいと思います。コリーさん、普通はどうやって英語のレッスンが行われますか？時間とか、スケジュール、あと、はい、大体の状態教えていただきたいと思います。 I'm Corey and I've been here for 4 years、at our family cafe in Enoshima. We'd love to have you come here, have some adventure with us. Enjoy English, enjoy piano,
maybe some island adventures, some cooking. We like to learn English in natural settings. Also, please enjoy the coffee and cakes. I love everything here, so I really recommend it. So, come on and let's have some fun together. よろしくお願いします。私はコリです。ここにカフェマルに私たち英語のレッスンいつもしてる。Так редко, что есть возможности говорить по-русски, так что я забываю иногда, как говорить. Но очень приятно было познакомиться. Мне тоже. Я хочу, чтобы мы могли сообщаться больше. А если больше русскоговорящих людей пришли в кафе, очень приятно было бы познакомиться с вами тоже.では次は店主さんにこの店カフェマルについての簡単な話を伺いたいと思います。この機会をいただいてありがとうございます。いいえ、こんにちは。こんにちは。早速質問はよろしいでしょうか。はい、どうぞ。最初の質問は、カフェマルはいつできましたか。カフェマルは17年前の2002年にできました。17年前、はい、だいぶもう長い、ね、長い間やってますね。すごいですね。で、この中を見ればデザインはなんかヨーロッパ洋風レトロに感じましたが、何をきっかけにこのデザインに、しましたか。僕は古いものが好きで、鎌倉と中華街の2つにこういう雰囲気の喫茶店があったので、僕はそこに通って、それを手本にこのお店を作りました。なるほど。本当にデザインは素敵ですよ。半分なんかレトロ、洋風のレトロで、半分はなんか博物館みたいで来てみたら分かると思います。ではもう猫ちゃんがいますね。はい、でね、猫ちゃんのアイテムはどこでも置かれていて、もう本当のアイドルになった感じしますが、でいつを猫とどうやって何をきっかけに出会いましたか。今いる猫ちゃんは太郎で2代目なんですけど、初代はミケミーちゃんっていうのがいまして、10年間ぐらいうちで飼ってて、もう死にました。で今の猫は千葉の親戚の家からもらってきた猫ですね。もうすぐ6歳ですね。もう中年の猫ですね。いい猫になりましたね。これからもたくさんお客さんのと楽しめて、楽しめればいいですね。頑張ってほしいですね。最後の質問ですが、おすすめの料理は何かありますか。うちはコーヒーと手作りケーキの店なので、ここにもヨーグルトケーキがおすすめのがありますけど、全部上で2階で自分たちで作ったものを出しています。暑いのでヨーグルトケーキと今日はアイスティーを準備しました。ありがとう、本当にありがとうございました。早速おすすめの料理いただきたいと思います。皆さん見てください。まずこのヨーグルトケーキの見た目は素晴らしいでしょ。すごく美味しそうですよ。あと素敵な香りするので、私も耐えられなくて早くいただきたいと思います。はい、すごく美味しいです。なんか穏やかな味で、優しい甘さで、甘いものが大好きな私にとってもう天国の料理です。ほっぺたが落ちそうくらいに美味しい。皆さんもぜひこのヨーグルトケーキをいただいてください。甘
たせしました。はい。ありがとうございます。ブルーベリーワッフルです。はい。ありがとうございます。はい、ケーキは美味しすぎるのでもう一つ注文しました。これはブルーベリーのケーキです。すごく美味しそうでしょ？ワッフルのケーキ、私の好きな種類です。ではこれからいただきたいと思います。あーすごく美味しそう。中も外もブルーベリーはすごく綺麗。日本ではあまりベリー買えないので、うん、ここでしか食べる機会が。本当に焼きたてのケーキなので普通の店よりずっと美味しいです。でこの組み合わせはすごいですよ。焼きたてのワッフルは温かくて、ね、ブルーベリーは冷たくてすごく合いますよ。皆さん、カフェマルはどうでしたか？私自身にとってもう驚いたこと、感動したことは言い表せないほどたくさんありまして、まずこのデザインの始めで、あの英語のレッスンに至るまで全部すごくびっくりしました。皆さんもし江ノ島に行ったらぜひこのカフェマルの喫茶店で休憩して焼きたてのケーキでも食べてください。これからもいろんな面白い場所を案内したいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてください。ジェニャでした。先輩か、またね。こんなに面白いお土産をいただきました。太郎ちゃんの線、シャンパンの線。